カナダ・アルバータ州の森林地帯にあるエルクアイランド国立公園。季節は初冬、11月の初旬。といっても日中で5度から10度ぐらい、夜になると0度以下になる寒さ。やがてやってくる厳しい冬を前に、ビーバーたちは冬支度に大忙しのはずですが、腹が減っては戦はできぬとばかりに、今は食事の最中。美味しそうに食べてますね。これがビーバーのお家。出入り口は水の中。細い枝から太い幹まで何本も木を集め、泥で固めて頑丈に作られています。家のすぐそばにはキャッシュと呼ばれる食料貯蔵庫もあり、厳しい冬を乗り切る準備万全です。日が沈み、夜がやってきました。夜行性のビーバーたちが活発になる時間です。太い木の根元を見てみると、一頭のビーバーの姿が。彼だけでここまで削ってしまったようです。時折食事も入れながら、ご自慢の歯だけでぐいぐい太い幹をかじっていきます。そしてビーバーはこの倒した木を使ってダムや家を作るのですが、この長くて太い木を建築現場まで一本そのまま運ぶわけにはいきません。そこで彼らは運びやすい大きさまで細かく切り刻んでいきます。ここで活躍するのも自慢の前歯。上顎の歯を木に突き刺して固定させ、鋭い下顎の歯をリズムよく動かして木をみるみる削り取っていきます。しかし、見ているこちらも疲れてしまいそうな重労働。時には居眠りしてしまうことも。しまった、寝ちまった。再びせっせと仕事に励むビーバー君。ついに切断完了。自分の体重よりも重そうな丸太を加え、水の中へと入っていきます。どうやらこれは食料にするつもりのよう。食料の貯蔵庫の下へと運びました。このようにビーバーたちは木ごと水中に蓄え、これで長い冬を乗り切るそうなんです。重労働でまたお腹が空いたのでしょうか。またまた食事の時間。そこへ泣きながら近づいてきたのが子供のビーバー。子供はよくこうして泣き声を出して親を確認しますが、大人になるとあまり声を出さなくなるそうです。子供は大人のやることを見て、いろんなことを学んで成長していきます。この子もやがてダム作りの名人になるでしょう。さて、ビーバーが移動を開始。岸へと上がりました。今度は何をしに行くんでしょうか。何かを探しているようです。特徴的な平たい尻尾をこちらに向けて、何やら地面を一生懸命調べています。
とうとう土を掘り返し始めました。どうやらお目当てはこの土の中にある植物の地下茎、つまり根っこのようなものを探して食べています。おいしいんでしょうね。夢中で食べています。お腹がいっぱいになったらお仕事の時間。今度は家の周りに張り始めた氷割りです。氷が熱くなる前に自分の力で割って行動できる場所を確保しなければ、冬になったら動けなくなってしまうからです。続いては一番重要なお仕事、家の補修に取り掛かりました。ちょっと壊れかけたところに枝を引っ張って差し込んでいます。細かい作業が続きます。家の補修に使うのは枝ばかりではありません。今度は泥を持ってきて塗り固めるのですが、実はこの泥を運ぶ時のビーバーくんの姿がまさに奇想天外。その姿がこちら。水の中からよっこらしょ、えっこらせ。ビーバーくん、まさかの二足歩行。まるで人間みたいに前足で持てるだけの泥を持ち、顎をちょんと乗せて落ちないようにしています。ビーバーくんはこんな作業を夜通し何回も繰り返すといいます。これはなんとも働き者。ビーバーの冬支度は餌の確保と巣の補修。11月下旬まで一生懸命働きます。やがて厳しい冬がやってきます。でもビーバーたちはあの巣の中で家族団らん、暖かく暮らし春を待っているんです。